生のアラン君言うらしいで。横文字の名前。そっちかい。俺改名しようかな。アホか。サム、おサムのサム。は変やろ。かっこよすぎる。なんでやねん、うん、失礼な双子やな。ジバコンかな。ジバ来るかアホ。じゃあサム、セッターがええの？いや、スパイク打ちたい。じゃあなんで言うたんや。なんや、むっちゃうまく打てたな。ビビランで入っといて。セッター、かっこええな。あ、アラン君や。チーズ。あ、双子。どちらかといえばオサムの方が一枚上手で。オサム、セッターやってみ。セッターは一番上手いやつがやるポジションやし、しゃあないな。アツムの方は負けず嫌いで収まらない何かがあるような気がした。じゃあ今日セッターにアツム。あ、ツム知っとるか。黙って悔しがれ、クソサム。アツムは見るたびセットの腕を上げてった。俺のセットに不満はあった？いや、別に。じゃあなんで決められへんの？なんやねんあいつ。うまいし、しゃあないやん。調子乗ってんねんて。ツム、嫌われとるで。で？他人に、仲間に嫌われるってしんどいやんか。このポンコツ、さっさとポジション開けえや。攻撃するんだ。なんかダメな時は、やめとけってお前ら。身も蓋もない。ポンコツにポンコツ言うて何が悪いや。せっかくポンコツや。ウイレやるか。双子飛ばしすぎや。どんなに他人が追いつけへんスピードで突っ走ったって、互いが互いに絶対追いつく。ユースとはやりよるな、ツム。悔しがれ、サム。悔しいわ、アホ。ツムは頑張っとるからな。なんやねん、自分が頑張ってないとでも言うんちゃう。俺とお前、実力は変わらんけど。いや、俺の方が上手いに決まってる。一通り聞けや。俺よりちょびっとだけバレーボール愛しとるからな。